正念場ですよ、今回は。で、これね、ティターンズ86、アクセス64。これはかなり難しい戦いですが。ふぅ。敵エリアに侵入しました。攻略戦を開始します。まずこのマップは攻めづらいんですよね。拠点が遠いからね。この下の方から攻めれば、まあ割と近いんだけど、それともやっぱ遠いかな。で、敵部隊見ると大体ガザですね。それは今やりやすいな。で、この補給線を、最大限利用していきたいと思ってます。で、どんな風に配置するか、よくよく考えてやります。さあ、準備中です。左の角の方に敵戦力が集中するんだと思うんですね。この辺にね。だから、ここ5%か。こんな風にして、できる限り補給線を利用して戦いたいと思っています。で、ネルアーガはこれなんですけど、これね、砲撃できるんですね。こんな感じで。命中率が低いので、使用しないし、当てにはしてないんですけど、ですね、敵はね、砲撃機をこうメインで狙ってくるんですね。だから、ここに置いて、おとりに使おうかなという。無理はさせたくないんですけど、ズサがいるのであれば、いないかな。狙ってくる可能性あるので、一応置いておきます。この辺は80%な感じですね。ああ、ものすごい戦いだぞ、これは。史上最大の戦い。ズサが一部隊くっついてきたか。なんか乗ってるこのか。栄光、我が祖国に捧げる。こいつ、この間倒したのに。らしい末路だな。なんか地味なイケメン。大したことないっすね。しばらく置いておいてもいいけどな。それで、そんなに強くはないからな。索敵しておきましょう。ガルバリディベータとかマラザイとか、そんなに強くないですね、やっぱりね。これは厄介か。ハンマーにニュータイプが乗ってます。この子可愛いけどね。でもまだニュータイプとして覚醒はしてないかな。でもこの部隊のエースですね。他には大体こうガザとかマラサイとかですよね。敵戦艦もこれ HLV だけ？かなり弱体化してるもんね。ハマーもいないしね。ここ散布して、30%か。それで、どうにやるかな。ここに、エース置くか。
シロッコ、サラ、あとはガブスレイ置いて、こいつもなんかゼータとかで倒しちゃいたい。ゼータ、ヤザン、ゲイツ、ゲイツ使いたい年頃なんですよ。まあ、こんなに攻撃しなくてもこのガザディぐらい楽勝だと思いますけども、 50% ね。で、まだ早いか。パラサーテなんか配置しよう。うん、ここにパラサーテね。ハムハムが反撃しかけてくるから気をつけないといけない。それで、変形しておこう。変形打ち返してくるからね。あ、これは、まあ、攻撃力はモビルアーマーの方が高いんですが、ガブスレイはしかし生存力はモビルスーツの方が高い。まあ、こんな感じするかな。で、索敵できるか。アイザック、ここに2部隊送って、ここにしよう。うん、ハンマハマ2部隊もいるのか。なるほどな。散布、うん、50% までいきました。で、この穴を埋めておくと、さすがにここは圧力が高すぎるから、まあ気をつけないとね。それでジェクアイン C、 これ狙わせるか。ガルバルディベータ、とりあえずまあこんなところですかね。ここに置いておこう。また狙ってくるかもしれないからな。よし、じゃあこれで、まあ、様子見てみますか。さあこれどうだろうか。アールチェジャー、ハンマーハンマー2部隊、ゼクワイン C の威力を食らえ。僕近いしてこなかったか。お前が、お前なんかいるから嫌いだ。これは1部隊ぐらいいければいいな。よしぞ、さすがゼクワイン。俗人には指導が必要だ。絶対者としての私の指導がな。いや、こいつら指導してもな。まあ宇宙のゴミだからな、こいつらも。ゴミ掃除。読んだ通りだ。時の運はこちらに傾いてきた。笑いが止まらねえ。ネズミがちょろちょろと仕留めてやる。ヤザンさんもこう、今日も調子がそうですよ。よしよし。戦場ではビビった者が死ぬんだ、覚えておけ。おしっこ漏らしてるぞきっと。さあ本格的に押してくるだろう、このターンで。とんでもない圧力になってきましたが、さてとりあえずは果たして持つのであろうか。あ、これ防御防御。あ、来た来た。うん、ガザディと
ガルバディベイダーと何か分からないけど、ハマハマ大丈夫かな。狙ってきましたけど、戦艦狙ってますが、そこ大丈夫かな。気をつけないと。見たか、これがジオン軍の伝統だ。え、どれでした、見てませんでした見ましょう。これあ、ハンマーハンマーだけか。ではもう大丈夫だろう。かネズミがちょろちょろと仕留めてやる。さあ頑張って、これ倒したいよな。ここで数を減らしたい。うん、まあゼータの敵ではない。格闘で一気倒せるだろう。さすがエザン先生ボコボコだぞ。よーし、みんなこう腕が鳴ってると思うね。索敵どこまでできるか。あ、結構できるね。よしぞー、索敵バンバンやって、散布もうん、しておきましょう。これで 50% もう少ししたいか。散布、まあ、こんな感じかな。それでここに誰か送るか。ここだと回復もできるしな。シロッコたちがいいかな。こいつを狙わせるか、それともまあどっちでも同じかなって気がするけど、まあこいつでいいか。よーし、それであとはうん、これまあエースって言えばエースなのか。パラサーテントかもしれん。あと何か送る？ゼータいけるかな？ゼータと、あ、いけないか。まあいいや、ここに送っちゃおう。で、ガブスレイ。あ、ヤザン結構減ってるのか。じゃあ、隊列を変えて、危ないかな。どうするか。なんか代わりの誰かいるかな。パラサーテネ。あんまり無理をさせてもあれですからね。ね。どうするか。でもこれぐらいやったら楽勝か。うん、このターン頑張ってもらおう。それで、ね、こいつか。なるべくこう分散して攻撃しよう。ジェクワインの攻撃力を信じて。よし、じゃあやってみよう。ゼータのヤザのゼータが若干危ないな。そこは注意ですね。の意志が見える。これが戦いなの。さてこれ防御してますけど、どこまで減らせるか。数数えてみるか。今回と今回は射撃で、あ、一部隊だけか。これは若干残念。ちょっと避けすぎでしょう。ここで一部隊倒したな。打ち返してくるね。今日のゴジラは箱の中、明日もきっと箱の中。今日も楽しそうな猛者もう打ち返してくるな。ここはよし、1部隊倒した。あ、2部隊倒したね。こんなもん効くかこれ3部隊だな。仕方ない、
次の機会を待つか。そんなもんねえよそんなもんねえよ。ビームスマート感かっこいいよね。あ、2部隊やったかな。あ、惜しい。あともうちょいだ。でもこれで4部隊目だな。ここはどうだ。かなりやったよね。やった。これ6部隊倒したぞ。ジオン軍の伝統が破れたというのか。もうとっくに破れてるよ。ここも2部隊いけるじゃないか。どれどれ。2部隊いけなかったか。僕は7部隊倒したな。ネズミがちょろちょろと仕留めてやる。これはこれ全滅まで持ってけんじゃないの。よし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 、えらい。これ10部隊戦場ではビビった者が死ぬんだ、覚えておけ。おしっこ止まらないんですよこれ行かせるか、死ねー。ここも行っただろう。よし、これ11部隊。後ろでくすぶってたんじゃこうはいかないからな。楽しいだろうなこれ。このターンだけは11部隊倒した。しかし圧力は下がらない。あ、来たな。あ、ヤザのところに、マラサイン、うんうん、まあマラサインのとこ狙わせるか。まあ大丈夫だろう、おそらくは。ここ、とりあえず2部隊だった。くそ、2部隊もったいなかったな。される運命なのだ。どれどれ。未作敵だけども、あ、ガザー E と D か。まあ余裕ですね。やった。え、これで13部隊倒したぞ。ここかなり減らされましたけども、どうだ、これなら文句ないだろう。でもとりあえずだからね。あ、まだイディア残ってたのか。私に従おうとせん貴様らがいけないんだよセルフもらいました。全くない、私は会長だ。会長だって。じゃあ見てみようか。やーやさんが危ないよな。頑張ってくれ。よーし、いいぞ。格闘大丈夫か。お、さすが。これ1部隊か。よーし、14部隊。よしよし、いいぞ。いったね、14部隊。これはいいですね。でもさすがに危ないから、これ丸ごとここにしようか。よーし、ではやっていきますか。マラサイン、はいはいはい。じゃあまずあれだな、索敵しないといけないか。でよし、索敵で、もう一部隊はこっちで。危ないかな、ここ、まあ、こんな感じしておこうかな。よし、じゃあこれで
さあ見てみよう。また数えてみるかな。一部隊いったね。よしぞ。先に棺桶に入るのはどっちかな。敵さんよ。どれどれ、棺桶に叩き込んであげてください。よし、一部隊いったな。これで二部隊倒したと。貴様は粛清される運命なのだ。こいつはもう粛清。シロコ元気だな。全然元気。まだまだ戦える。お、一部隊倒した。よーし、二部隊いったぞ。あ、もしかしてこれもいける。やったー。え、これで5部隊かな。天才であるこの私が俗人ごときに負けるわけがあるまい。さすがだ。どんな過酷な任務でも遂行してみせる。まだガブサイドなんだよな、レオン。もったいないけど。いけるかな。打ち返してくるね。よーし、1部隊いったぞ。これで6部隊倒した。どうした。はい、ここは、あ、そうそう、これね、イリアのハンマーハンマー、これは脅威になるので。よーし、いいぞ。この一部隊はでかい。ここ出直すのが得策か。なんか色っぽいよな、言い方が。恥をかきたくなかったらさっさと失せな。さっさと失せな。これはどうですかね。あ、ダメか。まあ減らすだけ。また実戦とはな、一つがやらいぜ。防御してますね、このマラさん。弱気な。あ、やった。後ろに1部隊と。やった、これ2部隊だ。これで9部隊倒したぞ、このターン。反撃でもいけるかな。まだまだ頑張ってますね。反撃反撃。うん、ちょっと待って、これは防御だな。このターン倒せないな。くそ、とりあえず減らされるだけのターン。これはガブスレーしか反撃できないからな。一気倒されたぞ、ガブスレー。しかも、まあ、かなり減らしたね。戦闘を中断します。だいぶ減らしたでしょ。次の戦術ターンで壊滅的な打撃を与えるぞ。報告します。村雨研究所より強化人間用の新型モビルスーツの設計図がもたらされました。開発部でご確認ください。来たね。開発部より新兵器の開発が終了したと報告がありました。開発部の報告をご覧になりますか。見ましょう見ましょう。はい、サイクガンダム小型化、ガンダムマーク5。諜報部より敵軍事技術の奪取に成功したと報告がありました。じゃあちょっと見てみよう。これを見て今回終わりに。これね、ガンダムマーク5、耐久的にはバンドロックよりも若干低い感じですね。でね、この機体はですね、こう射撃能力がすっごく高いんだよね。こう射程2でもかなり高いんだけど、射程2でもバンドロックよりも高いかな。で、射程自体もっと強くて、本当に強くて、本当に強いんです。何度も言いますけど。うん。でも格闘はね、あまり強くないんだね。で、耐久も、まあ、まあ、低めとは言わないけど、まあ、高いわけではないですね。まあ、ただシールドはついてるのでね。
まあ、これをねジオと組み合わせて互いの弱点を補い合うことができると思うので、この射撃寄りのエースパイロットに少数生産して配備しようと思ってます。であとね、開発、新兵開発とですね、これかな、うん、サイコガンダムの高性能化 MRX-009 を回収し、強化人間専用モビルスーツを開発する。新たなサイコム兵器の開発により大幅な戦闘力の向上を目指す。これサイコガンダム Mk2 の開発プラン、これは次回実行したいなと思います。まあ今回このくらいかな。はい、というわけで、ご視聴ありがとうございました。